おや、白波くん。モルデン先生、こんにちは。もうじき無限回廊という場所に突入するそうですね。するそうですねってモルデン先生も行くんですよ。はい、ひと事ではありませんね。ですが私は何も心配していませんよ。あなた方を信じていますから。あなた方の目をね、生きる目をしています。生きる目？ええ、生きる目です。私は医者ですから、ここに赴任する前にも何人もの患者の顛末を見てきました。めでたく完治された方、あるいは不幸にも亡くなられた方、もちろん病気や怪我の程度によってはどうしようもないこともありますが、しかしですね、生き残るものとそうでないものとでは目が違うんですよ。目の中の瞳孔が放つ輝きがね。僕たちは生き残る目をしていると。はい、あなたも他のエンジェルの皆さんも、中でもあなたとカルーアさん、そしてテキーラさんの目は見る者に勇気を与えてくれるみずみずしい目をしています。だから大丈夫、私は何の心配もしていません。わかりました。モルデン先生の見立てですから外れることはないですね。実はかなり不安だったんですけど、おかげで気持ちが楽になりました。そうですか、お役に立てて何よりです。それじゃあ僕は他の場所へ行きますね。ええ、見回りご苦労様です。白波くん、いざ戦いになったら厳しい状況になるとは思いますが、今の私の言葉信じてください。はい。いらっしゃいませ、ジャンクスへようこそ。なんだか目新しい商品がいっぱいあるぞ。はい、セルダールに来てゆっくりと商品の補充をすることができましたから、今はいつになく品揃えが充実してますよ。本当だ、どれを買うか迷っちゃうな。あー、でも果物は置いてないですからね、念のため。え、そりゃそうでしょ、どうしたんですか急に。いえね、先ほどティーラウンジのメルバさんがすごい切迫した形相で入ってきて、イチゴはありませんかなんて言ってくるものですから。イチゴ？ええ、置いてないと申し上げましたら肩を落として帰っていかれました。イチゴが食べたかったのかな。さあ、まあいいや、とりあえずこのデリシャスバーください。はい、毎度ありがとうございます。いちごね、なんだろうな一体。はあ、でもちぶさたじゃのう。カズヤ、何か芸をせよ。芸？なんじゃお主、芸の一つもできぬのか。そう言われると悔しいけど、お菓子を作る以外には。何か冗談の一つでも言うてみ。ね、冗談？冗談？あ、布団が吹っ飛んだ！アルミ缶の上にあるみかん。はあ、もうよい、わらわが悪かった。古今でもあれば退屈しのぎになるのじゃがな。古今？そういう楽器があるのじ
器が弾けるなんて、なんだか皇女様らしいね。そうであろう。処置に聞かせられんのが残念じゃ。仕方ない。桜庭が検診から戻ってくるまでここでのんびりしておるかな。仕方ない。アニス、どこにいるのかな。あ、いた。や、アニス、何してるの。ああ、カズヤか。別に、何でもねって。ちょっと、これから行く場所のことを考えてたんだ。これからって、無限回廊のこと。ああ、まだ行ったことのねえ場所だ。僕も初めてだけどね。っていうか、全人類にとって初めてなんじゃない。そうさ、エデン人もノイエ人もまだ誰も足を踏み入れたことのない未知の領域、そこに行くってことで、なんかこう体の奥が熱くなってこねえか。そうだな。わかるよアニス、そういうのってなんだかロマンがあるよね。へえ、わかってるじゃねえか。とはいえ、何があるかわからないし、正直なところちょっと不安もあるけどね。へっ、そんなこと言ってたらトレジャーハンター家業は務まらねえぞ。いや、僕はトレジャーハンターじゃないし。細かいことは気にすんな。それに実際に不安になるのはもっと後になってからでいいじゃんか。今はまだセルダールに停泊してるんだしよ。こうやって行く手に待ってるかもしれねえお宝に思いを馳せるってのも悪くねえだろ。うん、そうだね。なんだよ、ずっと見つめてんじゃねえよ。ごめんごめん、アニスのことすごくかっこいいと思ってさ。バッ、そうやって褒めんなっていつも言ってんだろ。思ったことを言っただけだよ。この先のこと僕は不安に思ってたっていうのに、アニスはいつだって前向きだ。僕も見習わなきゃ。何？どうしたの？それ以上俺を褒めるんじゃねえ！まだ言うんだったらひどい目に遭うからな！覚悟しろよ！そんなに怒らなくてもいいじゃないか。悪いこと言ってるんじゃないんだからさ。うるさーい！俺は褒められるのが大の苦手なんだ！暴力はいけないってば！何度言っても聞かない奴は一度根性叩き直してやる！そこに座り！あーもう、わかったわかった。僕はまた見回りに戻るから。なんだと？逃げる気か？じゃあね、アニス。また後で。こんな野郎、覚えてろよ！やれやれ。照れるにも程があると思うんだけどな。でもよかった。お宝の予感がアニスを元気にしてくれてるみたいだ。衝撃であった。5時までしばし間があるが、ここでのんびり待ちましょう。そうじゃな、わらわも楽しみじゃ。ギクギク、楽しみだな。楽しみじゃ。まずい。楽しみだな。楽しま、まずい。なあカズヤ、あのノアってガキ本当にそんなすげえやつなのか。とてもそうは見えねえんだけどな。なあカズヤ、
お茶飲んだら眠くなっちゃったわね。お茶飲んだら眠くなっちゃったわね。失礼します。あれ、ココさんはいないのか。白波少尉、今我々は無限回廊への突入準備で忙しい。君は他のエンジェルの面倒を見ていなさい。あ、はい、すいません。ねえタピオ、あんたはバルファスクにおいてもそれなりに高い地位にいたそうね。なのに無限回廊の存在を知らなかったなんて本当かしら。はい、ノア代表、我々バルファスクが知っていたのはクロノゲートおよびアブソリュートの存在まで。無限回廊などという名前は今回初めて耳にします。あんたたちでも知らない領域、つまりクロノクエク以前の歴史まで含めたとしても、これから行くところは前人未踏の地というわけね。そういうことになるのですか。当然じゃない。バルファスク、かつてアブソリュートにいた者たち。え？その末裔ですら存在を知らないのなら、私たちにとって未知の領域と考えて間違いない。違うかしら、タピオカーチューさん。なぜご存知なのですか。我々の祖先がアブソリュートにいたということを。つい先日ジュノーのライブラリでそれらしい記述を見つけたの。眉唾ばかと思ってたんだけど、今のあんたの反応で確信したわ。そう、私たちはかつてセントラルグローブに勤務していたオペレーター階級の末裔。オペレーター？バルファスクには機械を操れるという特殊能力があるわ。セントラルグローブはそんなあんたたちの手によって運用されていた。その通りです。我々のこの能力を活用すれば、通常の人間が機械を操作するのに比べ数倍のパフォーマンスを得ることができます。バルファスクはセントラルグローブの運営上欠かせない存在だったのです。欠かせない存在ね。それで調子に乗って反乱を起こしたというわけね。あ、そこまでご存知でしたか。あまり私を甘く見ないでくれる。失礼しました。そう、我々の祖先はアブソリュートの覇権を握るべく管理者に対して戦いを挑みました。戦いはこちらの勝利に終わるはずだったのですが、あと一歩のところであの男に成功を阻まれたのです。あの男？ついこの間あなた方が倒してくれた男ですよ、少尉。僕らが倒した？あ、まさか。そう、当時影の月の管理者であったベレルです。ベレルによってバルファスクはその力を完全に無効化されたのです。無効化？一体どうやって？代表はご承知のことと思いますが、バルファスクといえどどんな機械でも操れるというわけではありません。あ、 V チップのことですね。おや、知っているのですか。ええ、操れるのはその V チップが組み込まれた機械に限定される。つまり遠隔操作することを前提としたものしか操ることはできない。こんな感じですよね。そうです。しかしセントラルグローブ中のほとんどの機械には V チップが組み込まれていましたから、中枢機関を掌握するにも何の障害もありません。それゆえ自分たちの勝利も疑いないだろう。バルファスクの誰もがそう考えていました。だが我々の知らないところで V チップを一度に全停止させてしまう装置が影の月内部に用意されていたのです。それをベレルが発動させた。ええ、奴は一躍反乱を阻止した功労者となりました。しかし考えてみれば、このような装置が用意されているのはシステムとして当たり前のこと。管理者たちからしてみれば反乱の危険性は最初から想定の範囲内だったわけです。全く間抜けな昔話ですよ。捕らえられたバルファスクたちはオペレーターの資格を剥奪され、当時流刑地として指定されていたエデンに追放されました。この事実は
バルファスクにとっては屈辱の歴史、裏の歴史として、真実はバルファスクでも一部の上層部しか知りません。無論、あなた方にお教えするつもりもありませんでした。600年前、あんたたちはクロノクエイクボムを発動させた。それは、ヘデン内での侵攻を有利にするためだけの戦略ではなく、自分たちを追放したハブソリュートへの復讐でもあったというわけ。それは、わかりません。その頃私は、まだ生まれておりませんので。いずれにせよ、生還航行が不能になったことで、ハブソリュートはその存在意義を失った。そして管理者たちは、最終的にセントラルグローブを放棄せざるを得なかった。アブソリュートに人がいなくなった原因は、そんなところかしら。おそらく、なぜベレルだけ残ったのかは、我々にもわかりませんが。エデンにとっては迷惑な話ね。犯罪者たちを送り込まれて、そいつらに荒らされて、挙句の果てに、クロノクエイク。全く思って大迷惑だわ。そう思わない？カズヤ白波。それは…この話を一般に公表したら、世間はさぞ混乱するでしょうね。バルファスクとの共存を掲げている UPW も考えを改めるかもしれないわ。どうかしら、タピオ。ノアさん。タピオ。何でしょう。あんたたちバルファスクの持つ力は、かつて私たちに脅威を与えたわ。でも、それならなぜ、ルクシュウォールにバルファスクのためのチップが埋まってるんだと思う？そういえば、カーチューさんはルクシュウォールを操縦できる。確かに。それは私も妙だと思っていました。なぜ、なのですか？それは、バルファスクを信じ、その力を奪わずに協力していこうという、大バカ者がいるせいよ。その大バカが大勢の反対を押し切ったおかげで、あんたは今中佐としてここにいて、ルクシオールの操縦もできるというわけ。マイヤーズ長官、あんたはそのバカに心底信頼されてるの。もしその信頼を裏切るようなことをしたらどうなるかわかる？はい、わかっています。そうならいいわ。さっきの話も一般には公表しないでおいてあげる。ありがとうございます。助かります。感謝なら私よりその大バカに言ってよね。バルファスクとの共存、口で言うほど簡単じゃないって私は思ってるから。そうですね。ノアさん。白波少尉。あ、はい。今の話、艦内の調和を保つためにあなたにも黙っていてほしいのですが、承知していただけますね？ええ、もちろんです。絶対に言いません。それじゃあ、引き続き見回りに行ってきます。ご苦労様です。はあ、驚いた。なんか、すんごい秘密を知っちゃったよ。バルファスクって、エデンにいた悪い一族くらいにしか思ってなかったけど、やっぱり、いろいろと複雑な事情があるんだな。ああ、それにしても、ノアさんって、やっぱり怖い。ティーラウンジのケーキフェアとかいうのが中止になったらしいな。リコあたり、がっかりしてんじゃねえの？ティーラウンジの、いや、ナノなの。買い物かい？そうなのだ。おやつを買いに来たのだ。ロゼル、このお菓子は絶品なのだ。覚えておいて損はないのだ。デリシャスバー。ふーん、ストレートな名前だな。も一緒に食べるのだ。そうだな。それじゃあ、そのデリシャスバーってやつを食べてみよう。
ルも一緒に食べるのだ。そうだな。エデンの連中がやってきた時、ノイエ全体は驚きに包まれたけど、今度はそのエデンでも正体のわからない無限回廊という存在が明らかになったわけ。本当、私たちの常識なんてここ数年で覆りっぱなしだわ。知らない、無限回廊でもしっかり頼むわよ。私の命あんたに預けるんだからね、白波。エイ、エイ、リコ、サンドバッグでトレーニングなんて珍しいな。あれはトレーニングではない、鬱憤を晴らしておるのじゃ。鬱憤？どうかしたの？5時からティーラウンジでショートケーキのフェアをやろうと宣伝があったのじゃが、それが中止になってね。あ、聞いた聞いた。なるほど、それでか。宣伝を見た時の桜庭の舞い上がり用は尋常ではなかったからの、期待が大きかった分中止の落胆も激しいのであろう。へい、やー、うわ、ほんと息入ってんな。マラワとて楽しみであった、中止は誠に残念じゃ。夏目は鬱憤晴らさないの？マラワはヤヒな真似はせぬ。公女たるもの、悲しみも静かに耐えるのじゃ。夏目は我慢強いんだね。当然じゃ、わらわは子供ではない。ケーキごときで暴れたりはせぬわ。まこと残念ではあるかな。へい、カズヤ危ない。え、バーン。ごめんなさい、夏目さん当たりませんでした。わらわは平気じゃが、カズヤが潰れたぞ。カズヤさんが？カズヤさん、しっかりしてください、カズヤさん。なあ、びっくりした。いきなりサンドバッグが飛んでくるなんて。本当にごめんなさい。また怪力が出ちゃったみたいです。怪力とな、そちにこのような力があったとは知らなんだわ。カズヤさん、怪我はありませんか？ああ、それは全然平気。どこも痛くないよ。よかった。私、カズヤさんに気づかなくて。いつからここにいらしてたんですか？2、3分前かな。ショートケーキフェア中止になっちゃったんだって。残念だったね。でも中止になったおかげでカロリーは消費できたんじゃない？カロリーの消費？そうですね、ケーキをたくさん食べてたらとても恐ろしいことになっていたかも。ありがとうございます。そう考えると少しだけ気が晴れました。そう？それはよかった。桜庭よ、このサンドバッグはこのままでよいのか？どうやら鎖が外れただけみたいだね。これなら簡単に直せそうだ。手伝うよ。すいません。よいしょっと。よし、これで元通り。ありがとうございました。それじゃあ、僕はまた見回りに戻るよ。わかりました。お疲れ様です。桜庭よ、食べ損なったショートケーキはそのうちカズヤに作ってもらえばよかろう。あは、構わないよ。またイチゴが入荷したらね。あの、ご迷惑じゃないですか？イチゴが入荷すればティーラウンジにもまたショートケーキが並ぶと思いますし。ううん、気にしなくていいよ。僕はケーキを作るのが好きなんだから。そうですか？それじゃあ楽しみにしています。その時は食べ比べてみるとしよう。
サチと食堂のシェフ、どちらが上かな？おっと、それは負けられないな。期待しておるぞ。うん、それじゃあ二人ともまた後で。ありがとうございました。またの。夏目さんはどうして紋章機に乗ることになったんですか？どうしても何も、パピオンチェイサーはイザヤイ家に代々伝わる秘宝なのじゃ。だからわらわが継承するのは当然のこと。もっとも理由はそれだけではないがの。パピオンチェイサーはわらわ以外に乗りこなせる者がいなかったのじゃ。夏目さんにだけ適合したんですね。そういうことじゃ。ジュニエブルたちがなぜ今回のような強行に走ったのか、その訳を知りたい。無限回廊に行けばわかるであろうか。はい、シャトヤン様がおっしゃってたパルフェという人物に会えばきっと何かがわかると思います。ジュニエブルたちが。あら、食堂はまだ準備中？おかしいわね、いつもならとっくに置いている時間なんだけど。プディングがあらかた悔しそうだですって？はいはい、もうちょっとで日替わり亭くらいは出せますので、ちょっとお待ちを。しょうがないわね。まだかしら？もう少しです。まあ今ゆっくり待ちましょう。おやつを食べてたのだ。このデリシャスバーってお菓子、どれも似たような味に感じるんだけど。全然違うのだ。わからないのだ。そんなにお菓子ばかり食べて大丈夫かい？平気なのだ。ちゃんと普通の食事もたくさん食べてるのだ。すごいな。カズヤ、デリシャスバー、カズヤも一つどうなのだ？カズヤ。カズヤか。無限回路に突入する前に最後の自主訓練をしているのだ。オーケーだ。以前のシミュレーション時より近接時のダメージを減らすことができたぞ。無限回廊の中で何が起こるか誰にも予測がつかない。だからこそこうした事前の備えがものを言うはずだ。無限回廊の。これスイッチ押しても動かねえじゃんか。あ、カズヤ、いいところに来た。この機械の動かし方教えてくれよ。これってブリーフィング用のモニターのこと？こんなの使って何するの？俺たちが今から戦う敵のこと事前に勉強しておこうかと思ってよ。部屋の端末だけじゃ情報が足んねえんだよ。あ、何驚いてんだ？リコやリリーさんならともかく、アニスの口からそんな勉強なんて言葉が出るなんて。おい、俺だって勉強くらいするぜ。ごくまれにな。なんでそんな気になったの？俺たちが向かう先、無限回廊はまだ誰も行ったことがねえ場所だ。つまり俺たちには地の利がまるっきりねえ。最初から敵の方が圧倒的に有利なのさ。だったらせめて戦艦の弱点くらい頭に入れておかねえとやばいだろ。すごい、言ってることがまともだ。アニスらしくないという一点を除けば。あ、何
んだって。いやいや、アニスは偉いな。うん。で、このモニターに何を映せばいいの？とりあえず今まで戦った戦艦の特徴を出してくれよ。三公爵が率いていた戦艦のデータだね。ああ、あれ、なんだよ、映らねえじゃんか。おかしいな、操作は間違ってないと思うんだけど。頼りになんねえな、もう。とにかくもう一度最初からやってみるよ。ああ、頼むぜ。本当、おかしいな。本当ならこれで映るはずなんだけど。二人ともそこで何をしてるんだ？ロゼル、君こそどうしてここに？この書類を置いといてくれってさっき艦長に頼まれたんだ。ロゼル、いいとこに来たぜ。こういうのはお前の方が得意そうだしな。ちょっと手を貸してくれよ。僕が？はい、カズヤ、お前退場。ひでえ。動かせねえんだからしょうがねえだろ。俺は早く知りたいんだよ。で、何をしたらいいんだ？ちょっとこのモニターをつけてくれねえか。これまで戦った戦艦のことを調べたいんだ。ああ、それなら映らないはずだ。え、どうしてだよ。セルダールの戦いでいくつか敵戦艦を実際に回収することができたからね。今その分析に基づいた正確なデータに入れ替えてる最中なんだ。そっか、今まで入ってたデータはスキャン結果から出した予測値だから。そう、いい加減なデータが混在していると混乱を招くのか。無限回廊に突入する前に全て最新のデータに更新することになる。じゃあ今は見られねえんだ。ああ、アップデートが完了するまではデータの参照は凍結されてる。で、昨日通達があっただろ。あ、そういえばそんな連絡もあったかも。んだよそれ、早く思い出せって。ごめん、すっかり忘れてた。アニスにも通達は言ってるはずだけど。え、そうなの？ああ、そういうわけだからしばらくはアクセスできないよ。それじゃ僕はこれで。悪かったな、忙しいとこ。ロゼル、ありがとう。いや。あいつちょっと印象変わったな。そうかな。ああ、前はもうちょっととっつきにくい感じがしたんだけど。そうかもしれないね。あら、あなたたち。あ、ココさん。これからここを使用したいのですが、移動していただいてもよろしいですか？へえ、ま、アクセスできねえんじゃしょうがねえしな。カズヤ、行こうぜ。ああ、うん。どうも、失礼します。それじゃあ、僕は見回りに戻るよ。ああ、俺も適当にしてら。また後でね、アニス。うん、まだら。よし。あれ、ナノナノがいると思ったんだけど。カズヤ。ん？カズヤ、こっちなのだ。あれ、ナノナノ？なんで隠れてるの？静かにするのだ。カズヤもナノナノと一緒に隠れるのだ。うわっ、静かにするのだ。なんで？キャンディ！うわ！なんやで？班長にコロネさん、また喧嘩してるのか。今日のは特に激しいのだ。部活に出ていくと巻き込まれるのだ。なるほど。よし、いい度胸だ。そんじゃ反復横跳び100回勝負でどうでい？追いぼれが無理せんとき、複雑骨折で足腰立たんようになるで。ちやんでー、詰め込め言わず始めるぜ。ほな、よーい、ゴー。
い、ちっちっちっち。あっちゃー、やっぱりこけよった。大丈夫か班長、医務室行った方がええんちゃう？ナノナノ、ここは分かったのだ。ナノナノの出番。バキャロ、余計な心配すんじゃねえ。こんなかすり傷、医務室なんか行かなくたって気力で治せるってもんだ。え、ほんまに平気な？骨にヒビとか入ってたら大変やで。そこまで老いぼれちゃいねえ。こんなもんつわつけときゃ治るってんだ。ナノナノの嬢ちゃんにあんまり心配かけるわけにはいかねえからな。まあ確かにそれもそうやな。最近戦闘続きでナノちゃんも大変やろうし。またナノマシンが足りなくなって倒れたりしたら俺は死んでも死にきれねえ。せやな、班長やったら丈夫やし、ちょっとやそっとじゃ死んだりせへんやろ。てやねえ、何言ってやがる。ほら、そんだけ元気やったら大丈夫や。ほな仕事に戻ろか。まったく、少しは年寄りをいたわるってんだ。おう、やらども、休憩は終わりだ。紋章機バッチリ整備してやろうぜ。よかったね、ナノナノ。班長、大した怪我じゃないみたい。ナノナノ？カズヤ、ナノナノのみんなに心配かけてるんだ。え？最近、医務室に治療に来る人が減ってる気はしてたのだ。それは、ナノナノがみんなに心配かけてるからなのだ。ああ、前にナノナノが倒れた時、班長たちは随分心配してたからね。でも今はナノマシンもたくさん補給してるし全然大丈夫なのだ。まあね、でもそうだとしても一度大きな事故でも起こればナノマシンが足りなくなっちゃう可能性はあるでしょ。それは確かにそうなのだ。だから小さな怪我ならって遠慮しちゃう人がいてもそれは無理ないよ。特に班長みたいな性格の人はね。でもどんな小さな怪我でもナノナノは遠慮しないで来てほしいのだ。どうしたらみんなが心配しなくなるのだ。そうだな、ナノナノが元気な姿を見せるのが一番だよ。そうすればそのうちみんな安心して治療に来るようになるはずさ。そうなのだ。それじゃあ元気にしてるのだ。でもナノナノはいつも元気にしてるのだ。元気なだけじゃいつもと変わらないのだ。確かにそうだね。そうだな、そうなるとナノマシンを使わないで治療できればみんな心配しなくなると思うけど。それは無理なのだ。ナノマシンを使わないとナノマシン治療はできないのだ。だよね。せめて消費を低く抑えることができればいいんだけど。ナノマシンを節約するのだ。分かったのだ。難しいけどちょっと考えてみるのだ。カズヤ、ありがとう。ナノだ。あ、ナノナノ。行っちゃった。あんまり考えすぎなければいいんだけど。行った。やっぱり患者さん誰も来てないのだ。間違いないのだ。みんなナノナノに遠慮しているのだ。ナノマシンの節約ってどうすればいいのだ。ナノマシンの節今の措置に一番必要なのは自分に自信を持つことじゃな。何か特技などはないのか。特技ですか。あ、紅茶やケーキが大好きなのでそのことについてなら少し自信があります。やあ、リコ、夏目、二人で何の話をしてるの。あ、カズヤさん、その
娘さんみたいに強くなれるのかなって。強く？桜庭の態度があまりに控えめなのでな、少し自信を持った方が良いと言ったのじゃ。ああ、強いってそういうことか。でも、リコが控えめなのは性格だしな。とにかく、歌詞を作れるのであればそれも立派な特技じゃな。あ、作るのはそこまで得意というわけじゃないんです。特にケーキは和也さんやお姉ちゃんには絶対に叶いませんから。私はただ紅茶の銘柄に詳しいとかそんな程度で。食べる方専門か。それではいまいち弱いかな。他には何か誇れることはないのか。そうですね、特にはないと思うんですけど。カズヤ、桜庭の得意なことソチは何か思いつかんか。そうだな、リコは資料作りが得意じゃないか。ブリーフィングの資料のことですか。そう、リコのおかげでココさんもだいぶ助かってるはずだよ。ありがとうございます。そうだといいんですけど。じゃが特技というにはいまいち地味じゃな。何かこう、それはすごいと驚くようなことはないのか。すみません。でもそんなことを言われても。あ、特技じゃないとは思うけど、あの発作の時の力は見たら驚くんじゃないかな。え？あの発作のことですか？なんじゃ、まだ隠し玉があるではないか。発作とは穏やかではないようじゃが。あれは本当に特技とかじゃないんです。それにお話しするのは恥ずかしくて。別に良いではないか。詳しく聞かせてはくれぬか。話しにくいのであればカズヤ、ソチからでも良いぞ。僕から？言い出したのはソチではないか。わかりました。私からお話しします。私、実は男の人が苦手で、体が触れてびっくりしたりすると投げ飛ばしてしまうことがあるんです。ほう、格闘技が使えるのか。そうではなくて、発作的にすごい力が出て気がついたら投げちゃうんです。すごい力だな。相手が大男でもということか。はい、そうなんです。多分あの力ならどんな大男だって投げ飛ばしちゃうよ。それはぜひ見てみたいな。ソチが今投げられてみてくれぬか。え、僕が？カズヤさんは例外なんです。普通は触れられた途端に発作が起こるんですけど、カズヤさんはなぜか大丈夫で。うん、どういうわけかそうみたいなんだ。なんじゃつまらぬ。しかしそれが本当なら大いに自慢してもいい力ではないか。そんなことないです。皆さんに迷惑をかけてばっかりで、とても自慢なんて。そうかの。わらわはその力が欲しいぞ。もし持っていたら自慢するし、大いに活用もするところじゃ。無礼な輩を自らの手でバッタバッタと投げ飛ばす。王女として実に爽快じゃ。それは暴君なんじゃ。とにかくじゃ、そう恥じることはない。もっと堂々として、触れるものなら触ってみようというくらいの気持ちでいればよいのじゃ。そうなんでしょうか。せっかく他人にはない力を持ってるんじゃ。前向きに考えるべきじゃろうが、どうせならよく調べて意のままに操れるようにしておきたいところじゃな。はあ、リコ、僕も前向きにって意見には賛成だよ。少なくともその力を恥じることはないと思う。ま、そっちは投げられることがないんじゃから気が楽じゃろ。あは、そうかもね。夏目さん、和也さん、二人ともありがとうございます。すぐに自慢はできそうにありませんけど、もう少しポジティブに考えてみることにします。うん、それが良い。それじゃあ僕はこれで。夏目、リコの相談に乗ってくれてありがとう。造作もないことじゃ。ソチも何か悩みがあるなら聞いてやるぞ。あはは、
機会があったらね。それじゃ。リコはあの力のこと気にしてるからな。夏目が前向きな意見を言ってくれて本当によかった。夏目って意外と世話焼きなのかも。リコ、医務室に用事？あ、はい、健康診断です。ああ、そういえば、ここんとこ忙しくて、僕も受けてないな。ダメですよ、そういうのちゃんとしなきゃ。はーい。あ、リコたん、いらっしゃいなのだ。お、カツヤもいるのだ。あ、僕は通りがかっただけだから、もう行くよ。ナノちゃん、モルデン先生は？今はちょっと出かけてるのだ。怪我の治療ならナノナノがするのだ。リコタン、どこが痛いのだ？ううん、どこも痛くはないの。健康診断に来たんだけど。それは先生のお仕事になってるのだ。ごめんなのだ。ううん、いいのよ、出直すことにするから。じゃあね、ナノナノ。あの、二人ともちょっと待ってほしいのだ。ん？どうしたの？ナノナノはカズヤとリコタンにカウンセリングをしてほしいのだ。え？どうかしたのかい、ナノナノ。カウンセリングだったら僕たちじゃなくモルデン先生の方が専門だと思うけど。先生にももちろん聞いてみるのだけど、カズヤとリコタンにも相談を聞いてもらえると嬉しいのだ。いいわよ、ナノちゃん。先生のようにうまく答えられるかどうかはわからないけど。本当なのだ？ナノナノ嬉しいのだ。カズヤもいいのだ？うん、僕もナノナノの力になってあげたいからね。ありがとう、ナノだ。カズヤにはちょっと話したけど、実はナノナノは悩んでるんだ。ひょっとしてみんながなかなか医務室に来ないっていう？そうなのだ。前にナノナノがナノマシンを使いすぎて倒れたことがあるから、みんな遠慮して軽い怪我では医務室に来なくなっちゃったのだ。でもそんなの、ナノナノは嬉しくないのだ。ナノナノはみんなを治してあげられることがとっても嬉しいのだ。だからみんなにもっと気軽に医務室に来てほしいのだ。ナノちゃん、どうしたらもっと治療しに来てもらえるのかが知りたいのだ。ねえナノちゃん、私ナノちゃんの気持ちも分かってるつもりだけど、みんながナノちゃんを心配する気持ちもよく分かるの。自分の怪我が治ってもまたナノちゃんがナノマシンを使いすぎたらって思うとね。うん、何かいい方法はないのだ？一つの案だけど、治療の時いっぺんにたくさんのナノマシンを使わないようにできたら、みんなの心配も少しは軽くなるんじゃないかしら。やっぱりリコタンもカズヤと同じように思うのだ。え？そうなの？うん、僕もナノマシンの消費を抑えられればいいんじゃないかって言ったんだ。ねえ、ナノナノ、ある程度のところまで直したらあとは患者に任せちゃうっていうのはどうかな？ん？それって自然治癒を利用するってことですか？そう、人間には自分で傷を治す力もあるからね。100% 感知させなくても痛みを感じなくなる程度まで治してあげれば十分だと思うんだ。確かにそうすれば少しはナノマシンの消費を抑えられそうですね。ちょっと難しそうだけど頑張ってみるのだ。カズヤ、リコタン、ありがとうなのだ。うん、それじゃまた検診に来るから先生にもよろしくね。はい、なのだ。それでは私もここで。うん、またね。さてと、もう少し館内を回ろうかな。なの？食事中？今終わったのだ。いっぱい食べちゃったのだ。確
確かにテーブルの上のお皿を見るに相当食べたみたいだね。うん、それはもう惚れ惚れするくらいの食べっぷりだったぞ。ロンティ、まさかここまで食べてもらえるとは。料理人料理に尽きるな。これから夕食の仕込みのやり直しさ。うわあ、それは大変だね。そんなに食べて苦しくないの？なのなの。大丈夫なのだ。本当に恐ろしい体だ。カズヤもご飯に来たのだ。だったらナノナノもおかわりするのだ。え？じゃあ一緒に食べようか。ナノナノ。わーい、ナノだ。ダメだ、もうこれ以上は出せん。そんな、ひどいよランティ。ひどいもへったくれもあるか。出したくてももう出せんのだ。これ以上料理を出したら他のみんなの夕食がなくなっちまうからな。それじゃあ仕方ないのだ。ご飯出てこないならもう行くのだ。カズヤもそうするのだ。そうだな。カズヤ、暇なら仕込みを手伝っていけ。そうだね、他の場所も見回らなきゃいけないし。あ、こら、またなのだ。ごめんよランティ、君は君の仕事を全うしてくれ。待て、逃げるな。あ、くそ。あ、ロンセールなのだ。いや、なのなの。買い物かい？そうなのだ、おやつを買いに来たのだ。ロゼル、このお菓子は絶品なのだ。覚えておいて損はないのだ。デリシャスバー。ふーん、ストレートな名前だな。ロゼルも一緒に食べるのだ。そうだな。それじゃあそのデリシャスバーってやつを食べてみよう。ロゼルも一緒に食べ。そうだな。リリーさんはと。いたいた。いやいや、まあ、もうリリーはんたら、それ言われたら照れてまうがな。コロネさんも一緒か。いや、二人とも。カズヤか。おお、カズヤ、どないしたん？いや、別に用事はないんですけど。コロネさんこそどうしたんですか？なんだか、ずいぶん嬉しそうですよ。そりゃ、リリーはんが嬉しいことを言ってくれるからやん。へえ、リリーさん、なんて言ったんですか？別に特別なことは言っていない。いつも優れた整備で助かっていると感謝を述べただけだ。整備班の仕事ぶりは本当に素晴らしい。カズヤもそう思うだろう。そうですね、いい仕事をしていただいて僕も感謝してますよ。いやいや、わ、褒めたって何も出えへんで。照れることはない、事実を言ったまでだからな。何であろうとプロとして生きている者に対し私は尊敬の念を払うことにしている。いやー、みんなにも聞かせたいわ。きっと泣いて喜ぶで。ならばぜひ皆にも伝えてくれ。はいな、ありがとうな。でもそれを言うたらリリーハンもカズヤも一緒や。うちはリリーハンのようなパイロットにはなれへんし、カズヤのような隊長にもなれんさかい。尊敬しとるで、ほんま。え、本当ですか？なんか正面切ってそう言われると照れるな。うむ、確かに嬉しいものだな。我々もプロの名に恥じぬよう頑張らねばなるまい。はい、頑張りましょう。ほんじゃ、うちももうひと踏ん張りや。抜群のチューニングで踊るカセタルさかい、期待しとってや。ああ、頼むぞ。それじゃあ僕も見回りを続けますね。ああ、それこそカズヤにしかできない任務だ。良い仕事を頼むぞ。はい、任せてください。カズヤ、
とおやつを食べてたのだ。このデリシャスバーってお菓子、どれも似たような味に感じるんだけど。全然違うのだ。わからないのだ。そんなにお菓子ばかり食べて大丈夫かい？平気なのだ。ちゃんと普通の食事もたくさん食べてるのだ。すごいな。カズヤ、デリシャスバー、カズヤも一つどうなのだ？カズ。なんだこのポスター。何何？お待ちかね、ショートケーキフェア。へえ、5時からショートケーキが半額か。いいな。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ、ここにカルーアがいるかと思って。カルーアさんでしたら、あちらの窓際のテーブルに。あ、本当だ。や、カルーア。あら、カズヤさん。見回りですの？うん、ここいいかな。構いませんわ。ご注文はお決まりですか？そうだな。それじゃあオレンジジュースで。かしこまりました。少々お待ちください。カルーアもコーヒーだけなんだね。ええ、ショートケーキフェアに備えて今も抑えているんです。そういえば周りのお客さんもあんまりケーキを食べてないね。皆さん楽しみにしてるんですわ。ランディさんの美味しいショートケーキがいつもの半額で食べられるんですもの。なるほど、みんな胃袋をセーブしてるんだ。そういうことですわ。お待たせいたしました。オレンジジュースです。あ、メルバさん、5時からのフェアのことですけど。シーン！あ、どうしたんです？カズヤさん、そのことは大声で話さないでください。何かあったんですか？カズヤさん、あなたは秘密が守れますか？まあ、言うなと言われれば。カルーアさんも、黙っていられると誓いますか？一体どうしたんです？これはトップシークレットなんですが、実はイチゴがないんです。え？ショートケーキに欠かせないはずのイチゴが全然足りません。まあ、それでフェアなんてできるんですの？できません。だから困ってるんです。そんな、じゃあなんであんなポスター貼ったんですか？無限回廊に突入しようとするこの時、乗組員の緊張感は極限まで高まるはず。ここでケーキフェアと銘打てば安らぎを求めて大いに売れると踏んだんです。だからって材料がないんじゃ。材料ならありました。フェアのために大量のイチゴを仕入れておいたんですが、厨房の新人さんが間違ってジャム用のイチゴの中に混ぜてしまったらしいんです。それでは。はい、気づいた時には遅く、大量のイチゴは全てジャムに。へえ、じゃあフェアはできませんって言うしかないじゃないですか。今さらそんなことできませんよ。もしフェアは中止なんてことになったら。なったら？もしかしたら暴動が起きてしまうかもしれません。嘘！いくらなんでもそんな大げさな。シー！ああ、ごめんなさい。カズヤさん、あながち大げさな話ではありませんわ。え、そうなの？ルクシオールには女の子を中心に甘党の乗組員がとても多いんですの。中止ということになったら
暴動は起きない場でも楽しみにしていた皆さんのテンションが下がってしまうことは間違いありませんわ。なるほど、それは困ったな。そうなんです、なんとかしなければとは思っているのですが、材料不足となるとランティさんや私にはどうすることもできなくて。カズヤさん、どうしましょう。何か違うデザートのフェアをやるのはどう？まあまあ、それはとてもいいアイデアだと思いますわ。そうですね、最悪の場合それでごまかすしかないかも。ただショートケーキフェアとはっきり言ってしまっているので、お客様に謝らなければならないことに変わりはありませんが。はあ、いちごだけなんとかなれば、あとの材料は完璧なんですけどね。いちごだけ、いちごだけ。ピコーン、そうですわ。ピコーン、何かひらめいたの？はい、メルバさん、いちごは一つ残らずなくなってしまったんですわ。いいえ、ほんの少しだけなら残ってますけど。でしたら大丈夫、それを魔法で増やせばいいんですわ。そんなことできるの？カルーはちょっと難しい魔法ですけど、多分できないことはありませんわ。魔法には詳しくないですけど、それって体に入れても大丈夫なんでしょうか？心配いりませんわ。増やすといっても人工的に合成するのではなく、植物を瞬間的に育成させる魔法を使って、イチゴを種から育てるんですの。ですから 100% 天然物と変わりませんわ。本当ですか？それならぜひお願いします。信じられないけど、それにかけてみた方がいいのかも。でもカルーアにお願いしちゃっていいの？ええ、展望公園の一角で育ててみます。本当に本当に助かります。メルバさん、早速種用のイチゴをいただけますか？はい、それではこちらに。カズヤさん、よかったら見に来てくださいね。魔法ってすごいな、そんなこともできるんだ。本当にフェアの時間までに間に合うといいけど。うん、後で様子を見に行ってみよう。確かこの辺りに本が。あ、ありましたわ。限定空間における時間加速。この魔法で何をするですに？難しい魔法なので、ちょっと復習ですわ。難しい魔法、あれ？ナノナノが元気な姿を見せるのが一番だよ。そうすればそのうちみんな安心して治療に来るようになるはずさ。そうなのだ。大丈夫ですかに？ちょっと覚えられませんわに。どうするですに。安請け合いしちゃってまずいですに。心配いりませんわ。ミーマレットちゃんが協力してくれればきっとできます。に、わちしが、
で準備はできましたわ。あとは公園で育てるだけですわね。あとは公園。楽器が弾けるなんて、なんだか皇女様らしいね。そうであろう。処置に聞かせられぬ。仕方ない、仕方ない。しばし間があるが、ここでのんびり待ちましょう。そうじゃな、わらわも楽しみじゃ。ギクギク、楽しみだな。楽しみじゃ。カルーアはと。カズヤさん、お待ちしてましたわ。カルーア、もう苗床の準備は終わりました。あとは魔法をかけるだけですわ。へえ、この巻かれてる小さい粒が種だね。ええ、高校生といって、イチゴは土に埋めるとかえって発芽しなくなってしまうんですの。そうなんだ。どうしたのミモレット。今回の魔法はちょっとレベルが高めなので、ミモレットちゃんにはカンニングペーパーになってもらったんですの。カンニングペーパー。はい、限定空間における時間加速魔法の理論をミモレットちゃんに転送したのです。ですから、直径 80.925 センチの気象空間を魔法陣で固定し、結界による現時間との隔離措置を施す。限定空間の時間利用を加速させるために4分の3タッチェットチェーンと9セグメントハリウェア加速を同時に適用し、一時的に時間の流れを最大 7% にまで拡大させる。こんな感じで今のミモレットちゃんは魔法理論の再生専用機になっているのですわ。なんか大掛かりだね。ミモレット、大変なことになってるけど、元に戻るんだよね。ええ、もちろんですわ。再生を切ればすぐに元に戻ります。そうなんだ、ならよかった。心配いりませんわ。では参りますわよ。小さき時の流れを支配する眷属に命ずる。厳密なる刻みの法に従う者たち、狭き鶴の翼広げ、束縛の首輝より解き放たれよ。我は汝の自由を保障する者なり。ララリアルデルフィニウム試練。すごいよカルーア。
一瞬でこんなに成長しちゃうなんて。無理やりに育てたものですので少し味は落ちるかもしれませんけど。そうなんだ。でもイチゴはイチゴだし、これでショートケーキも作れるね。早速積みましょう。よし、これだけあれば問題ないな。それでは早速メルバさんにお届けしてきますわ。うん、行ってらっしゃい。では。いやー、魔法ってすごいな。これでティーラウンジも救われるし、みんなのテンションも下がらないで済むし、ほんと一件落着だ。それじゃ僕も他の場所を回ろうっと。あれ、そういえば何か忘れてるような。まあいっか。そのさ、位相変化による張り圧ギャップを防止するための最も一般的な処置としてエミニア効果を応用した手法が用いられる。具体的にはキャラウェイの定理708の X 軸を時間軸の虚数回として代入することで、回回との時間の同期は完全に隔絶され、しかるに。カルーア、イチゴを持ってきてくれたんだね。お待たせしましたわ。ありがとう。すぐにケーキを作っちゃうよ。いやー、カルーアが作ってくれたイチゴでケーキが作れるなんて幸せだな。まあ、夕食の仕込みとのダブルパンチで死ぬほど忙しいけど幸せだな。5時までに間に合うでしょうか。もう全力で頑張っちゃうよ。ランディさん、頼もしいですわ。もう爆裂頑張っちゃうよ。5時までに間に合うでしょうか。ハハハハハ、ランディさん頼もしい。ハハハハハ、五時まで。あ、リコタンとナットンなのだ。ナノちゃん、これ見て。な、五時からショートケーキフェア。これは絶対に食べなきゃなのだ。ならば、スッチもここで待っておるがよい。はあ、なんだかすごくワクワクしてきちゃいました。楽しみなのだ。茶の方は何にしようかの。お願い、間に合って。人が集まりだした。早めに並んで正解でしたね。じきに5時なのだ。もうダメかも。人が集まりだした。早めに、じきに。そうですね。な、だー、すごい人だかりだ。カツヤさん、カルーア、
ショートケーキ間に合ったみたいだね。ランディさんがちょうど手で作ってくださって、なんとかなったらしいですわ。皆様お待たせいたしました。ただいまの時刻よりショートケーキ半額フェアを開催いたします。楽しみです。いつも以上にたくさん食べるのだ。おいメルバ、こっちにもオーダー、早く頼むぜ。はい、ただいま。すごいね、こりゃ外にも列が続いてる。ああ、そうだな。ティーラウンジにこれだけ人が集まるのを見たのは初めてだよ。さて、いつも通りラスクにしておくか、それとも…あれ？ショートケーキじゃねえの？うん、そうだな、今日くらいショートケーキにしよう。お待たせいたしました、ご注文をどうぞ。わらわもショートケーキじゃ。それじゃあ僕もそれにしよう。僕も。私もですわ。都合いくつになるのだ？皆さんショートケーキなので合計8つですね。プラス200ギャラで紅茶セットにできますが。お願いするのだ。かしこまりました、しばらくお待ちください。こっちもオーダーお願いします。あ、はい、ただいま伺います。忙しそうですね。だがこれでみんなの気持ちも明るくなる、なかなか良い企画だ。実は危うくみんなの気持ちを暗くするとこだったんですけどね。うわ、うめえ、おいしい。本当なのだ、ほっぺた落ちそうなのだ。うん、このような、まことに、わらわの宮殿でも通常味わったことがないほど。姫、落ち着いてお食べください。この船に来てからというもの、他での食事が考えられなくなってしまったよ。ほんと、クリームが軽くていくつでも食べられてしまいそうですわ。カルーアさん、カズヤさん、お礼が遅くなりましたけど、今回の件では本当にありがとうございました。あ、いえ、僕はほとんど何もしてないですから。何かあったのだ？実はこのショートケーキのイチゴ、数が足りなかったのをお二人に用意していただいたんです。カルーアが魔法で種からイチゴを作ってくれたんだ。みんなのケーキに乗ってるイチゴも全部さっき展望公園で収穫したものだよ。へえ。すいません。はい、ただいま。さすがは永久魔女とやらじゃの。わらわも魔法の認識を改めたわ。そっちのように善良な魔女もおるとな。夏目さん、ではマジョラム少尉からの授かり物を味見してみるとしよう。そうですね、私もイチゴを食べてみるのだ。どれどれ、いただきます。ではないな。ムヒロ、苦いでようが。うぃえ。く、口直しを。こ、カルーア。ちょっと。失敗してしまったみたいですわね。うわ、なんじゃこりゃ。ムヒエ、草っぽいね、これ。鎮静剤よ。あちこちに被害が拡大してるな。やっぱりちゃんとお日様に当てないとダメだったみたいですわね。そうみたいだね。あははは。まあいいじゃねえか、いちごをどけで食えば。そうですね、これでみんな頑張れると思います。うむ、無限回廊であろうとどこであろうと行って決着をつけるまでだ。みんな最後まで頑張ろう！
よし、回るべきところは回った。突入に備えて僕も体を休めておこう。